114。この店なんとバルブレイブ40台、カラクレサガス増大して13台、53番以内に入れば戦えるから。ちょろくない？ 2V1 だよ。勝ったわ。今日満杯かもしれん。ありがとうございます。お願いします。2番。え、嘘やん。俺の2番は。どうする。あ、でも大丈夫だ、巨神であるから。聖夜とトラブルで17台あって、防御力に極振り4台、ストリートファイター4台、青春2台、ワンチャン分空いてんじゃない。40台あるから。お願いしまーす。おはようございます。お願いしまーす。おはようございます。お願いしまーす。お願いしまーす。お願いしまーす。ここでよかったかな。まあいいか。取りやすいとこだからいいから。おはようございます。いただきチャンネルがやもんでございます。ということで本日はやってまいりました、初めてのお店になりますね、シンガーデン西浦店さんということで、もうかねてより来たい来たいなと思ってたお店なんですけども、ようやく来ることができまして、今日は寝台があまりにも多くてですね、93番という番号だったんですけども、まあバレルレイブ正直余裕だろうと思ってたらちゃんと余裕でした。しかも数台取れたんでね、はい、撮影もしやすい、最高ですね。はい、ということで初めてのお店なんでいいイメージをやっぱつけて、まあ多分次回以降もねあると思いますんで、それに向けてねちょっとマインドをねあれしていきたいなというふうに思うんで、そのためにはまずたくさん勝たなきゃいけない。大丈夫でしょ。だってこのお店さ、このガーデンさんの系列の中では珍しく40台あるんですよ、バルブライブ。所沢よりも多いよね多分ね。おう、なんで相当気合入ってると俺は踏んでますよ。はい、なんで爆出しできると信じてまいりました。今月はね、頭から2連敗で15万やられて、でなんとか昨日勝ちを掴んだんで、いい流れにここからなると思いますんで、朝一1ゲーム目京都、そこからやっていきましょう。ということで本日も一日よろしくお願いします。いや、かなり寝台の方に人流れたっぽい感じはしますね。よし、京都、さすがにノーエースは何も起こらない。いや今日すごいんですよマジで、寝台の量が。聖夜でしょ、トラブルでしょ、で青春で、ストリートファイター、防御力に全振り、極振りだ。なんかもうとりあえずめちゃめちゃいろいろ入ってるんですよね。で多分このお店バルブレイブが40台なんで一番のメイン機種だと思うんですけど、だいぶそっちに人が流れたと思います。まあていうか聖夜いいよね。聖夜とトラブルいいよね。はい、多分ちょっと打ちたいなとは思ってるんですけど、まあでもね、まあ一番はやっぱバルブレイブなんで、バルブレイブでコンプリートしたいのが一番なんで。あ、バルブレイブ空いてるんだったらそれバルブレイブ行きますよ。ていうか多分あの感じでバルブレイブ半分ぐらいしか埋まってなかったんで、あの番号で。っていうことはほぼほぼみんな聖夜かトラブル寝台の方に行っていると思うんで、正解、正解だと信じてる俺は。ほらこのお店すごい来たくて、すごい来たかったんですよ。スマートガーデン浦和っていうのがなくなっちゃって、で俺めちゃめちゃお邪魔してたんで、スマートガーデン浦和めちゃめちゃ好きだったんですよ。多分その店長がこっちに来てるのかな多分。まだ俺今回初めて来るんでちょっと詳しくは知らないんですけど、多分そうなんですよ。でそのタイミングで浦和にあったバルブレイブがこっちに結構持って移動されてきて、でここのお店がバルブレイブそんな押してる店じゃなかったのに40代になったっていう噂を聞いてるんですね。ってことはあの店長絶対バルブレイブ好きやん。でバルブレイブを結構甘く使ってたじゃん。はいはい、ってことはこのお店はバルブレイブやる店なんで、だから、ね、どうしても来たかったんですよ。ただありがたいことに私めちゃめちゃスケジュール埋まってまして、ようやくタイミングがあったのが今日って感じなんで、とりあえず一発目アキラね、まあ多分これ当たらないけど、だからねこの日を待ち望んだ。でスマガでよく一緒に来店してたミヤモンさん、いいね。これは大丈夫です、さすがに朝一とはいえ、朝一だとちょっと不安だなけど多分これがちゃずれてて200だと思うんだよね。朝一50ゲームぐらい分多分裏で持ってると俺は思ってる。ミヤモンさんっていうね演者さんがいらっしゃって、スマガで毎回会うよみたいな毎回スマガ行ったらミヤモンいるみたいな感じだったんですけど、その人はもう何回も来てるのよこっちに。そうですね、だから羨ましくてずるいと、そうなんでミヤモン呼んでんの俺はってでも普通に思い返したら俺のスケジュールがいっぱいだからそれはどうしようもねえなって。ちなみにここ最近ね、次も45連戦ぐらいなんじゃねえかってずっと言ってたんですけど、昨日帰り道に更新されまして、あ多分だけど
80連戦ぐらいになると思います。今んとこね、今んとこ。とりあえず 6月収録コンプリートしてるんですよ。あの1日目の休みがないんですけど、多分昨日、まあ一応確定ではないんですけど、仮の予定がね組まれて、最新版が更新されまして、7月がコンプリートになりました。ありがとうございます。で、8月がおそらく20、21まで埋まってるから、一旦それが全て確定になれば、とりあえず一旦は21、22までは仕事です、連戦です。いや、いいね、素晴らしいね、素晴らしい、素晴らしい、本当にありがとうございます。皆様のおかげでございます。はい、ということで173ゲーム、さっき投資が6000円からの7000円いくかどうか、いや、もうすぐ決める、すぐ決める、速攻揃える、これじゃない、これじゃない、これはワンチャンある、ない、これもワンチャンある、ない、これ15万円間に合った、もう一回15万円、もう違う、あ、15万円、ただこれもダメ、あー弱い、あークソ弱いね、滑らない、これで今日滑るしかないんでダメ、一発目の CZ からなんか出ちゃったら最高だったね。まあでもとりあえず朝一の CZ は軽かったんで、よきよき、追加投資2枚目、はい、あります、500です。さっき1万6000円ですね。438ゲーム500ゾーン、さっき熱い、ようやくボーナス、ほい、かけろな、決戦一発目から決めたいね、こんなところで立ち止まれない、なんてこったい、バカ、まあ所詮そんなもんだな、予選なんて。3枚目マリエ来ないかな、マリエだ、一旦マリエ、マリエ、うん、赤はマリエないよ、一旦来るね、いただきました。あ、ということで2万1000ですね、235ゲーム、え、近くだ、さあ頑張りましょう、たった2万1000円、ここでホールド、マリエが否定されてしまいました、いいよ、もう一丁、チャンスウェブ、ない、
ごい。おい、逆にね、チャンス目だと思った。まあでもどっちにしろホールドアウトできる。もう一声欲しいな。余裕を持ってクリアしたい。よし、確でしょこれは。雷蔵プラス1個でいい。待って、これで5ゲーム何もないとかやめてます。はい、オッケー。一発必中。さあ本当の勝負はここからですからね。気合を入れて、よし、ハマるタイプのやつだ。よし、こいつ立てていれば引き戻せるから。いやーもったいないね、せっかくのラッシュを。66ない。439ゲーム600ゾーンライト持ちメダル。よし、15枚。やめてよ。さあ行くぞ。共通ベル引いちゃった。悲しいやつだねこれ。あ、京都。え、京都でブルトガだけ最弱じゃないそれ。あぶねえ、あぶねえ。マジで無駄引きになるのかなった。これで両方出ない。よし、よし、京都のおかげ。ペー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 。よし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 。よし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 。かなりいいリズム。これリズム壊さないために俺曲変えねえから。バカなの？もうだからもう第一停止第一停止で来たから、もう次第一停止じゃなかった時点でもう無理かなって思っちゃった。うわお、わお、わお。もったいねー。来ない。はあ、スーパー遠いねー。やはり難しいよねー。4枚目。さっき764ゲーム700ゾーンですね。3万6000か。
滑らない。ちょっと滑る。ああ。さくちゃんむずいね。200ありそうです。はい、越したことはねえから。あ、ピノット。ピノめちゃめちゃ強いんでね。871ゲーム200ゾーン大蔵さん39000円、15万役に救われたい、15万役に救われたい。残り6ゲーム、ここあれ忘れない、足りなかった。弱い。おう、おう、革命ボタン。ラッキー。15万円革命バランス。いやー、2回も雷蔵さんの15万円に救ってもらっちゃったぜ。いいね。なんかいい要素欲しいな。マリエ覚醒とか、マリエ覚醒とか、マリエ覚醒とか。まあ今のところ CZ がちょっと軽いぐらい。で革命に。寄ってはいないね。1対1か。確定。ナイス。いい加減にスーパー入れたい。3度目の正直ラッシュ。オッケー、オッケー。危ねえ。なんかいけ、思考回数で稼げたのに。そやマジで言ってんの。くー、ミミズか。ミミズなわけねえけど。さすがに。300から500。あきら、いいね。はい。赤い人？よし。うわあ、大げさ。大げさだね。いっぱい乗せますか。いや、京都はさ、もうさ、カクカクにしてほしいよね。そうですね。さすがに。正直に申し上げます。これむずいっす。知ってた。これはね、知ってた。だってむずかった。170。170ということは、300っすね。早くない？ 8 ゲーム引き戻し、罠戻し。これは超ラッキー。決戦後ありがとうございます。さあ4度目の挑戦。何百で揺れ切れるかな。分からんけど、分からんけど、いっぱい乗せる。まだ V0 だが。V0 分岐よ。V0 分岐はちょっと気持ちいいね、さすがに。お願いします。ナイスたまんねえな。投資が4万ジャストでしょ、はい、4万プラス2400でしょ、はい、まあ4000ちょいいけるから600。
あいつものっすね。600っすね。600いきましょう。レイアック、レイアック持ってきてる。チャンス目。いやーリプレイか。大丈夫だろ、割れろ。なんでやねー。惜しい、惜しい。いやーマジかー、今のダメかー。600乗せて完走だったのになー、完全に。ただまだ V1 だから全然安心できる。さあ決めよう。予約でもいいんだよ。よし、しんどきました。やっと入った。4回目チャンス目、予約でよかった。さあドライブ飛べ。ダメ、やっと来た。あとは爆発するだけ。ドライブ引いて、レア役引いて、200で大丈夫だ。一旦より切る。ドライブ引いて、ダメ。一つ目のハードルが超えられない。チャンス目引けそうな気がするんだけどな。保証はマジでやってないよ。いや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 、マジでやってないって。継続。うわーマジ。いや耳栓には見えねえんだけどな、ただのセンスなしだわ。悲しすぎるやろ、だってあんなの。ここまでだって4回エラス入れてやっと通ったんだよ。しかもほぼ自力で。そんな悲しいことないて。さあラスト、あの CZ は取れてます。だけど俺は引き戻したい。よし。ただね CZ 取れてますよ。ただいまー、ドライブなし。やった、危ねえ、よかった、マジでよかった。いやさすがにね、だってね、そんなさ、ようやく入ったスーパー保証なんてありえねえから。はい、惜しかったね。今ドライブ100だったら完全に割れてたわ。そうよそうよそうよ、よし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 。まあでも有力感切れてねえし、まだ。あぶねえ。注目待ちでレバーをちょっとね遅くしたのよ今。やっと一発。100は引く前提で。はい。50。すべてがダメだった。そして10もダメだった。もうすべてがダメだ。くそ。いやでも有利切る前に一発飛んでくれたね、素晴らしい。第2話おーい、今からじゃん、今からじゃん。だー10連ドライブ1。今日は引き戻しの日であってほしいな。65ゲーム貯めたパワーを注入。よし、ただいま、ただいまみんな。注入したんだパワー。
オカドラ惜しい、よーし帰ってきたな。すごいパワー貯めたからもう手を合わせちゃダメ、マジで終わりがち。よし、もうちょっとだな、ゆりぎりまで。おっと、あぶね、あぶね、飛べばな、寄り切れんだけどな。あーこれで超えるね、プラス1000枚、1840枚投資。何も出ません。あ、ワンチャンここで切れたかも分からない。よし、もう切れたかもしれん。鉄腕ドライブ来い、来ない、惜しい、レイオが来た。チャンスめ、ナイス。いや完全に有利を切ったはずなんでね。飛ばないね。なんかいける気がする。ガッツポーズついちゃったもん。もう。行かせていただきましょう。はい、勝ったー。始まっちゃうねー。始まる、始まっちゃいますねー。レイアップ、チャンスがある。あー、リプレイ。25パーくらいあるな。よっしゃさあ、頼む。始まった、始まった。なんでいやー、惜しいね。分岐って最高ですわ、マジで。4000枚突破でございます。いやー、飛ばんか。です。よっしゃ、やっと飛んだよ普通に。ナイス、ベチェブ、さすがにね。よし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 、これを待ってたよ。
マジやっぱやっぱいや、いけそうな気がするよねする本当にすげえんだろ、マジでバリエーション3つ目だよ、これ半端ねえ。いやー、何も来てないか。でも惜しい6000枚確定。困ったねこんなに分岐来たことねえよ、当たりの分岐。1日に3発よし、マジ？あ、チャンス目。ナイス。ほい。助かったね、今のは。助かりましたね。多分終わってたわ。うそ。あぶー。30なし。頑張れ頑張れ、大島青島が勝ってばいいんだよね。いいよ、はい、分かった絶対熱い絶対熱い勝ってるやりましたなんか青文字出たぞ青文字出たぞ、これあるんじゃないかあるんじゃないかねんだよなリプレイもしかして青文字って違うそんなひどいことあるなんかひどい一応なんかひどいわからんからなんかひどいお願い。うおぉ頑張ってくださいリズム止め押した来ない飛ばないはい、また来たまた来た、絶対当たるわこれ絶対当たるわもういろんなバリエーションやっちゃったからもう最後のワンパターンしかないの俺二角でしょこれ怖っえこれ二角なんですよこれ二角なんだはいでずれんのよ最後マジでうますぎるマジでうますぎるバレろよーし今日やばいもう一発よーっしゃーいったいやこれは出ちゃうよこれあーもうチャンス目引いたけどねあれこれダメなのかなダメ勝ちました勝ちましたね勝ち確いやいやあー出ないね100、100、200、300今月もいい月になりそうですねいやーよかったよかったもう本当に1日2日はどうなるかと思ったわいや私もどうなるかと思った頭から10万負けていやー200ゲームも消化したのにまだ100ゲームあるわあと700枚入れちゃうもんね感想だあー今のだったらちょっとお得だね400枚だからね2000ちょうど超えたところだね超えて完走通常時の完走タイミングと一緒だね通常時はプラス2000枚で完走するんだよさあ
読みにくこれ8998ということで9578枚、次ドライブ飛べば分、切断ドライブ飛べば100で5枚終わらせるわけにはいかない。よしからの切断ドライブ、うわー違うちょっと用して言いそうになる音ナイス、ナイス、はぁ、あ、飛ばない。いやマジでこんなところで終わらないでほしいね。あと200枚、よし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 、そして20がめっちゃ多い、ここ最近20がめっちゃありがたいですね。めちゃめちゃありがたい継続で満額かな、さすがに。レインボー満額じゃい。はい、ということでとりあえず一旦ね万枚突破でございます。あとは一撃万枚もあるんで、次よし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 、マジか、まあ一撃万枚ならず、はあ、あと300枚、またパワー貯めるから。ああ途中でし、途中落ちたいやーこれはちょっと危ないな、ないかもしんねえな。一回途中で落ちちゃったからね、自信はないんですけど、一撃もあんまり向けて注入。アキラ、アキラは関係ない、さっきからずっとアキラだから。インスタリ入ってこい、一撃もあんまり、あーやってしまった。でもさすがにこれは100のゾーンは見ないとねやめようめちゃめちゃ出ましたありがとうございます。一瞬だけ万枚超えの音が聞こえるね110枚分だけ、一瞬だよ一瞬だよ、パパパーンで割ったお疲れ様でございました。ということで本日は新ガーデン西浦渡さん初めてのお店でやってまいりましたけれども、まあうまかったっすね、引いた正直引きましたね、人生で一番引いたんじゃないですか。分岐分岐4回引きまして、4の4いろんなバリエーションで取りましたねあの揃うやつが、普通に中押しして V 揃えるやつで、右から赤7狙うやつで、右から V 揃い狙うやつで、左から赤7狙うやつをやりまして、その全てが通ってくれるという、いやーうますぎでしょ賞味うますぎですわ、はい、ということで、あの継続もうまかったですね。46連まで行きまして、結局まあもともと持ってたね、はい、5、600万ありましたんで、それのおかげで円満目達成。やっぱりね、あの最近俺もさっきもよく言ってると思うんですけど、月に1回は万枚出さないと俺ら勝てないんですよ。なぜならあまりにも収録してるからあまりにも収録してるから、やっぱり一発の負けが10万とかいっちゃうんで、どっかででっかく勝たないと、ちょい勝ちちょい勝ちだと負けるんですよ。まあこういう大きなプラスっていうのを作らないと、まあ、正直厳しかったんで、実際今月も1日2日と15万やられまして、でなんとか昨日プラスで2000枚ぐらい、2000枚ちょっとプラって、で今日めちゃめちゃプラったんで、はい、これで今月ようやくプラスに戻れましたね。で一応ね、あの保証で終わっちゃったスーパーもあったんで、まあ、それ含めて、18連とかでドライブが1回で有利切ってから、およそ26、7連してますんで、そこでドライブが1回で、まあ、分岐で4回っていう感じなんで、まあ、正直かなりアームのおかげで出たのかなーっていうのが正直なところではありますけど、出りゃいいんでぶっちゃけだってあんなにね200、300
載せれるなんて楽しくてしょうがないよ。もう分岐やれるだけで気持ちいいのにさ、分岐であんなに揃っちゃったらそれは気持ちいいよ。あのために打ってると言っても過言ではないですからね、バルブレイブを。ということで、今日気持ちよく勝ちましたんで、明日もね初来店のお店でございますので、このままの勢いでサクサクっとバグ出し前半で固めておいて、後半なんかわけわかんねえ台を出るようなそんなテンションになれるように頑張っていきたいなというふうに思います。はい、そんな感じで、本日の投資4万円回収1万110万円でございます。ありがとうございます。万枚突破ありがとうはい、ということで、まあ3枚的にはね、8000枚ぐらいのプラスですけど、まあでもぶっちゃけ対象なんで完璧でございますよ。まあとりあえず一発万枚決めたということで、引き続き頑張っていく外門のスケジュールはこちらでございます。たくさんスケジュールあります。今のところざっと見た感じね、とりあえず6月がコンプリート確定して、で7月が今の仮の予定が、まあ、仮うちの会社の場合仮が入ると大体 100% に 99% ぐらい決まるんですけど、仮の予定で、7月埋まってますん で8月がとりあえず20日までは埋まってるんで、2ヶ月プラス20日は、連チャンすることが決まりましたんで、連戦することが決まりましたんで、81連は確定したという感じでございますんで、私は息子のためにいっぱい稼ぎたいと思いますということでね、はい、息子のおむつ代を稼ぐ戦いを今後もしていきたいなというふうに思いますんで、引き続き、先ほどご覧いただいたスケジュールだったりとか公式の X だったりとか、いただくウェブなんかをご覧いただいて、ぜひお店の方に遊びに来ていただければ幸いでございます。俺代行今来てるんで、よかったら外も召喚していただければと思います。はい、ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた次回でしょう。バイバイ。